ドリフト走行。ドリフト走行。ドレフティングとは、自動車や二輪車における走行方法の一つであり、タイヤを横滑りさせながらカーブを曲がるテクニックである。ドリフト走行とは、コーナー進入と共に車を意図的に滑らせコントロールする走行技術のことであり、ステアリングのみに頼らず、アクセル、ブレーキ、サイドブレーキ、クラッチなどの積極的な使用により、 スライド状態を維持したまま進行方向を調整する複合的な操作が求められる。ドリフトとは英単語のドリフト、漂うを語源としている。現在ではタイヤや車体性能の向上もあり、舗装されたサーキットでの派手なドリフト走行はタイムロスになると言われているが、すべてのドリフト走行がグリップ走行より遅いわけではない。例えば、 ラリーなどのダート競技や峠道で行われるヒルクライム及びジムカーナ等では速く走るために積極的にドリフトを行う必要があり特にタイトコーナーやショーなヘアピンカーブなどでタイムを出すのにドリフト走行は大変有効なテクニックであるドリフト走行がタイムアップに有効かどうかは車とコースあるいは競技種目によって全く異なる イ1などのフォーミュラーカーが、ドリフト走行しないのはもちろんその方が早いからである、行動で競技をするラリーや、オフロードのレース、あるいはジムカーナで、ドリフトが多用されるのは、グリップ走行よりもドリフト走行の方が早いからで、ある。また速さを競わないショーとしてのドリフトも行われている。これは日本が最も盛んであると言われ、海外にも愛好家が増えてきている。D1 グランプリ。 アメリカでは、フォーミュラ D のように、ドリフトコントロールを競いやったり、ドリフトの美しさを競う競技も存在する。日本国内のテレビ番組でも、しばしば芸能人が、ドリフト走行を体験する様子が放映されることがある。ドリフト走行を行うためには、ステアリング、アクセル、ブレーキ、サイドブレーキ、クラッチを適切に操作して、タイヤを滑らせ、タイヤのグリップを、 意図的にコントロールする技術が必要となる。車輪の角度と進行方向のズレ角度をスリップアングルと呼ぶ。スリップアングルは遠心力等の慣性力によるタイヤへの横力による変形で発生するものであるため、旋回方向に対して外側につき、グリップを維持している状態においても発生するが、前輪のスリップアングルより後輪のスリップアングルが大きい場合を一般的に ドリフト状態と呼ぶ。前輪と後輪のスリップアングル及びタイヤのグリップに差が発生することが多く、前輪のグリップやスリップアングルが後輪のそれを上回っている場合、打角と比較して、車体の進行方向は外へ膨らむ。このような車体特性をアンダーステアと呼ぶ。前輪と後輪のこれらの関係が逆になった場合、後輪が外側に出て、 打角と比較して車体は内側へ巻き込む。このような車体特性をオーバーステアと呼ぶ。つまり、カウンターステアを用いるドリフトをしている場合、車はオーバーステア状態にある。例えば左旋回時、進行方向に対して車体が左に30度の角度をつけて回転せずにそのまま滑りながら、右に10度、車体基準。つまり、 進行方向に対しては左に20度となるの打角を与えている場合、この自動車はスライドしているため、ドリフト状態である。打角通りの回転が発生していないため一見、アンダーステアと思えるが、後輪はそれ以上のスリップアングルであるため、オーバーステアである、また、アンダーステア状態の車両は、旋回限界で外へ膨らむ軌跡を描くが、オーバーステア状態の車両が、 戦回限界で内側へ巻き込む奇跡を描くとは限らない。むしろオーバーステアであっても限界状態ではスピンアウトするのは避けられない。全日本プロドリフト選手権ではカウンターが戻ってしまった時、打角が0度コーナー方向へ向いてしまった時をアンダーステアと呼ぶ独自の定義を与えており、新作館内で一度でもこの状態になってしまうと、単走では0点。 水槽では大きな原点となる。一方、深すぎるドリフトのことをオーバーステアとは呼ばず、スピンと呼んでいる。二輪車のレースなどでもドリフトはよく見られる。スライド走法と呼ばれることもある。オフロードコースで行われるモトクロスやダートトラックレースなどではドリフト走行が主体になる。舗装路と未舗装路が混在したコースで開催されるスーパーモタードレースは 舗装路であってもドリフト走行が基本である。WGP やスーパーバイクレースで用いられるような高出力マシンは舗装路上といえども完全にグリップ走行するのは不可能である。ダートトラック出身のケニー・ロバーツは自分がロードレースで最初にスライド走行をしたと言っているがマイク・ヘールウッドなどは1960年代から 前後輪ドリフトを行っていたという証言もる。マタリアのスライド自体は1960年代以前から多くのライダーが経験しているとする説もある。現在のモートジッピーではコーナー侵入時に両輪が滑っている状態から倒し込むこと、加速時にパワースライドしたままフロントを浮かせることも珍しくない。バレンティーノロッシに至ってはブレーキングでカウンターステアを当て、 四輪ラリー車のように車体を斜めにスライドさせながらコーナーに侵入するという荒技を見せる。ギャリー・マッコイは派手なドリフト走行で知られている。モートジッピーのドリフトシーン動画 https://www.youtube.com/.results.search クエリーイコールモートジッピーとドリフト。 自転車でもドリフト走行は行われる。特にオフロードでのコーナリングでブレーキングにより後輪スライドさせる。強力なリアブレーキさえあれば普通の自転車でも後輪ロックによる舗装路、スラド走行は可能。チャリドリということもある。ATB やサイドカー、スノーモービルでもドリフト走行はできるが ATB の場合は車体が大きいため体を イン側に入れることでアウト側に流れることが多い。スノーモービルはフロントをどちらかに傾かせることでスライド走行ができる。サイドカーの場合はオートバイと似ているが三輪であるため不安定であり側車に座るパッセンジャーの体重移動と車を運転するドライバーのテクニックが必要となる。ドリフト走行は WRC や富士フレッシュマンレースでの土や、 K1 の影響で一般的なグリップ走行の影に隠れて少数ながら存在したが頭文字 D の連載開始により爆発的に流行特にドリフトのしやすい FR 車が好まれるが FF や 4WD 車も少数ながらドリフトを行っている特に FF でのドリフトの場合一般的な FR でのドリフトと区別するために買い取りと呼ばれることが多い日本では 1970年代に流行した共同危険型暴走族と呼ばれる派手に飾り付けた車両で威嚇運転をする集団が1980年代以降ファッショナブルではないとして次第に廃れる一方峠道などで無謀な運転をするローリング族またカーブの多い首都高速道路等においてはサーキット族またはルーレット族と呼ばれる違法競争型暴走族が 多く現れるようになった。これらはある種の検事欲からより危険なドライビングテクニックを披露する傾向があり、ドリフト走行もそのテクニックの一つとして取り入れられた。中でも、峠道の他都市部の港湾地区や駐車場などにおいて、ドリフト走行を披露することを主にする者たちのことは、ドリフト族と呼ばれる。 しかしドリフト走行特有のスキール音や排気音などの騒音が周辺住民の安眠を妨げるといった問題や操作しきれずスピンなどを起こし道路に面した民家や商店、ガードレール、あるいは通行している一般の車等に突入する事故も後を絶たない。また、峠道では外貨に、港湾地区では海に車ごと落下してドライバーが命を落とす場合もある。 特に危険度の高い細い道ほど、彼らの興味をそそりやすいことから、周辺住民がそれらの無謀運転に巻き込まれるのを恐れて、深夜の外出がままならない等の弊害を生んでいる。また救急車などの人命に関わる緊急自動車の走行を妨げ、場合によってはそれら車両と接触事故を起こす事例もあるため、もはや個人的な趣味の範疇を逸脱し、 深刻な社会問題に発展してしまっている。そのため、全国で警察による、ドリフト族に対する一斉検問の実施が繰り返し、実施されているほか、ドリフト族が集結する道路などにおいて、自治体が対策として、スピードセーブ工法や、グルービング工法、路面に溝を掘り、滑りにくくするなど、ドリフト走行のための後輪のスライドを物理的に不可能にする。 路面加工を行うことも見られるなど、ドリフト族がドリフト走行できないように封じ込めようという動きも見られるようになっている。今村洋一や高橋邦明 D1 グランプリに当初から参戦しているドライバーは、ドリフト族出身者が多い。近年ドリフト走行は、活動の場がストリートからサーキットへと移行しつつある流れの中で、 それ自体が単独のモータースポーツカテゴリーの一つとして確立しつつある。遅くとも1990年代末期頃からは、常実のようなストリートドリフト追放対策の強化、いわゆるサーキット走行会の普及、充実、ドリフト専用のコースを設置したサーキットの登場といった環境整備あり健全なアマチュアモータースポーツとして、 クローズドコースでドリフトを楽しむ人も出てきた。これらのイベントや施設はサーキット使用量などがかかるため、決して安い参加費用ではないが、専門のドライバーによる模範演技や講習も開催され、プロドライバー、レーシングドライバーの指導を受けることができ、安全なサーキットで思う存分運転技術を試せるとあって、最近ではサーキット走行が主流になりつつある。 ただしサーキットでのドリフト走行にも問題はある。通常のスポーツ走行では発生しない派手なスキールンや路面にブラックマークが残ってしまう問題。ドリフト用の滑りやすい被イグリップイヤーのゴムが路面に溶け残り、グリップを低下させてしまうなどが挙げられる。さらにドリフト走行と通常のスポーツ走行ではライン取りや走行パターンが異なるため、両者が同時に走行するのが難しい。 危険と指摘する向きもある。前述の通り、サーキットによっては、ドリフト専用コースを設けている例もある。また、一般のスポーツ走行枠では、意図的なドリフト走行は禁止されることも多く、場合によっては、ドリフト専用の時間枠が設けられることもある。2001年からは全日本プロドリフト選手権、通称 D1GP が開催されている。 シリーズ制で行われており、近年では、お台場富士テレビ前特設サーキットや、アメリカ GP も行われている。2006年からは、替えカテゴリーとして、D1 ストリートリーガルも発足している。さらに2004年からはアメリカでもスカ、スポーツカークラブオブアメリカの主催で、フォーミュラドリフト、通常は、フォーミュラ D と呼ばれることの方が多いの名称で、シリーズ戦スタートしているほか、 2008年現在、ニュージーランド、オーストラリア、イギリス、アイルランドなどで、ドリフト走行のシリーズが開催されている。2008年にはこれら各国のドリフト戦シリーズの上位入賞者を一堂に集め、レッドブルの主催で、世界ドリフト選手権が開催されるなど、ドリフト走行そのものを、スポーツ工業とする動きは世界に広がっている。スポーツとしてのドリフト走行の最大の特徴は、 他のモータースポーツが原則としてすべて一定のコースをいかに速く走るかを競うのに対し速さも去ることながらドリフト走行中の姿勢など美しさを総合的に競う採点競技である点にあるそのため競技者の優劣の判断は審判による判定により行われるのが一般的であり D1GP など一部機械式の採点を導入ているシリーズもあるその意味で 他のモータースポーツをスピードスケートに例えた場合のフィギュアスケートになぞらえられることがある。ただし、スポーツとしてのドリフト走行が確立してまだ日が浅いという事情から、今のところ審判の採点基準はシリーズによって大きく異なっている。ドリフト走行に関するモータースポーツライセンスも現在は各地のシリーズ主催団体が個別に発行する状態が続いている。 これに対し、2013年より、日本自動車連盟、JAF がドリフト競技を、公競技会の対象に追加するなど、既存のモータースポーツ統括団体が、ドリフト競技を管轄下に収めようとする動きも、見られつつある。国際自動車連盟、FIA も2017年に、FIA インターコンチネンタルドリフティングカップを、発足させ、国際的なドリフト競技のレギュレーション統一に向け、 動き出している。特に AE86 やシルビア、180、SX といった車種がドリフトの代名詞とされることが多いが、稀にベンツやシーマ、セルシオなどの高級車、さらにはエスティマ等のミニバンをドリフト仕様にするものもる。2017年11月12日、佐賀市のスキー場の駐車場にて、ドリフト運転イベントを開催中、ドリフト中の乗用車1台が、 オーバードリフトでコース外の観客エリアに突っ込み、4人が負傷した。運転していた男性は頸椎を損傷。助手席の30代男性は胸部骨折。感染していた40代男性は頭を打って、意識不明の重体。同じく感染していた20代男性は顎の骨を折った。ベースゲーム、ドライブゲームなどでは様々な方法でドリフトを再現している。 グランツーリスモシリーズでは実写と似たような挙動を再現している。ディッチレーサーシリーズでは実写とは違う方法でドリフトを行う。マリオカートシリーズでは実写とは全く違う演出が行われ、どのようなコーナーもゲーム中にグリップ走行をするよりドリフト行をした方が早く走行できタイムも出る。ゲームによってはドリフト走行を実装していないものも存在する。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。